しょこしょこしょりんこ。皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。本日はとある映像を見ていただくんですけども、その映像とは一体何でしょう。チッ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 、正解。私がヘアカラーをしている様子でございます。イメチェンをしたくて美容室に行ったんですよ。私はよしって髪色変えてやるぞって言って、パパさんこんばんはって言って、おーかのちゃんこんばんはって、なんか今日は何をやりたいんだいみたいな感じになって、私はイメチェンをしたくて、お任せで美容師さんにイメチェンをお願いしたらどんなヘアカラーになるかっていう動画を撮りたいからいいですかって言って、おーいいよいいよみたいな。でしばらくして染め終わって、じゃあかのんちゃん見てくださいみたいな。そしたらね、あれみたいな、あんま買ってなくないみたいな。でもそんなことね、その場で言えないわけですよ。あ、すごい変わってる、パパさんありがとうっていう感じの気まずい映像が撮れてますから、お見せします。これでこしょこしょこしょりんご。皆さんこんばんは、元男の子の青木かのんです。本日は久しぶりのヘアカラーを、していきます。もう完全にパパさんにお任せします。明日忘年会だけどな、ちょっとどんな髪になるかわかんないけど、お任せでやります。よろしくお願いします。不安な、不安すぎるぞ。いいシーン撮れた。はじめまして、青木です。なんか視聴者さんがアイドルをされていらっしゃるんでしたっけ。あ、ちょっとお顔出しができないっていうので、こういう感じです。こういう感じ。どんな色になるんだろうな、これ気になりますね。どんな色になってそうですか、私のシャンプー。楽しみです。楽しみですか。楽しみ。ずっと待ってくださって。うわ。じゃあシャンプーよろしく。はいよ。いいよ。なにこれ、なんか教祖様みたい。ここまでエグくは入ってない。でないと今っぽくないよね。あ、でも綺麗に染まりましたよ。でもちょびっとわかる。え、でも全然いいと思いますけどね。でも前髪これ落ち着かないな。結構ね、今あれなんですよ、こっちの髪の毛をこうして薄くしてるみたいな感じの部分から。どうでしょうか、ちょっとね微妙になんかシルバーっぽい色も入ったと思うんですけども、ハイライト入ってる。うん、こんな感じです。わかるかな。少しハイライトが入ってます。ありがとうございました。なんかね、ちょっとね色がかかってる感じ。まだもう皆さんいかがだったでしょうか。まあでも私プリンになってたから、それがちゃんと綺麗に染め直ったと思えば OK かな。もしこの動画が良ければグッドボタン、チャンネル登録、高評価お願いします。Twitter、Instagram、そしてサブチャンネル青木かのの秘密箱は毎週土日に動画を更新しております。メインチャンネルとは全然違うテイストの動画を更新しておりますので、ぜひ画面の下からチャンネル登録とフォローをしてね。また次の動画でお会いしましょう。もう動画撮ってる最中からめちゃめちゃ眠たくなってしまって、なんでかというとここの暖房器具があったかいんですよ。ヤマゼンっていうね、3年ぐらい前に買ったと思うんですけど、3000円ぐらいでアマゾンで買いました。これいいんですよ、倒れたらちゃんとなんか安全機能が働いてオフになるんですよ。だから火事の心配もあんまりないと思う。でやっとサブチャンネルがあとちょっとで、あと50人ぐらいかな、1万人登録、イエーイ、ありがとうございます。嬉しい。なんか節目って嬉しいですね。桁が4桁から5桁に変わるって
感慨深い。でメインチャンネルで言うとあとちょっとで17万人なんですけども、メインチャンネル今6桁でしょ、6桁か、6桁から7桁に変わるのも多分相当すごいですよね。まだ全然先の話ですけど、何年後かみたいな、達成せずに私のチャンネルが崩壊する、まあそれはないか。うん、そう、面白かったんだよね前回の出した動画も。なんだっけ、今後の活動についてじっくり語ろうではないかみたいな、ね、動画を更新したんですけども、ちょっと面白いあの何動画の撮影スタイルだったの。いつもはこうやって一人でベラベラ喋ってるけど、ちょっと遠いところから撮って、あんまりカットせずに、少しおしゃれな雰囲気、なんかここにさ、よく映画とかあるじゃないですか。この上に黒帯を出して、で、なんか映ってる範囲狭くする、シネマサイズみたいな。そうすることによってちょっとおしゃれに見えたりとか。うん。あと、ボサノバっていう感じの BGM ですかね。あの、なんかカフェで流れてるような、なんかまったりした感じの動画を出して。でも、話してることは結構、なんかこれからどうなっていきたいとか、どういうつもりで今やってんのかみたいな感じをずっとベラベラ話してたから、まあ、それはそれで、ね、見たい人を見ていただければと思います。まあ、こんな感じですかね。サブチャンネルもサブチャンで、ぼちぼち更新していきます。最近ちょっと楽しくなっちゃったからな。あんまり編集しちゃうと、メインとサブチャンネルの、何?差別化が全然意味なくなっちゃうから。本当はね、やんない方がいいんですけどね、編集ってあんまり。楽しいから行った!じゃあ、バイバーイ。やばいね。当店の世界一辛いカレーにはブートジョロキアを使用しております。うわ。責任はね、自己責任ということで。激辛ジョニー。いや、ほんと怖いね。マジで怖いよ。はい。じゃあ、芋吉さんも書いてください。はい。じゃあ、すいません。ありがとうございます。約4万人中、まあ、3000人くらいです。1割以下。1割以下ですよ。水だけは少なめにしてください。水飲んでも治らないから。マスターは食べれます、そのカレー。まあ一応無理しても食べないきゃいけない立場なんで平気平気ではないんですよ。ただし、あの胃がスパイスに慣れてるから胃痛くなったりとかはしません。ただもう芯から煙が出てくるんですよ。それはもう間違いないんです。ただし、あの次の日のバックファイヤーは絶対避けられない。バックファイヤーかっこいい。バックファイヤー冷や汗が切れ字になりそう。怖いね、マジで怖いよ。乾杯しましょう。乾杯。なんか女子会みたい。おいしい。おいしいね。おいしい。ジョニコ、今日かわいい。めちゃくちゃかわいい。でもね、アイドルでいそうな感じ、うん、でしょでしょ、うん、どっちの方が可愛い？いやー、そりゃジョニコの方が可愛いよ。でしょ。全然可愛くない。うまそうだね。ちょっとこれカメラ近いぞお前芝居だろかお前。急に男になっちゃう。近くなっちゃうと男になっちゃう。おっとこれは来たー。はい、来ました。おお、なんか大きい。いやー、かわいい。わー、来ました。オッケー。こちらは何でしょうか？こちらが例の世界一です。いやー、かわいい。辛さー。うわ、すんげー辛さん、これやんまい。どう。いや、でもなんか見た目は見た目かわいいね。うちみたい見た目、ジョニコちゃんみたいに可愛い。ジョニコちゃんみたい。すごい可愛い。でもどうなんだろう。同意書書くレベルでしょ。あー、でもちょっと近くで匂い嗅いでみ。あー。やばい。いただきます。いただきます。